きげんよう、ただいまレールロードにいます。で、ダンスから、どこにいてほしい？ダンスから話を聞いてほしいってさっき言われて。失礼しますが、パラディンダンス、以前私が話に出した個人的な相談についてなのだが、それに割く時間はあるか？もちろん、もちろん、もちろん。正直なところ、どこから話していいのかわからない。言いたいことがたくさんあるんだ。人造人間であることについて、初めから話して。深呼吸をして、初めから話して。やってみる。今までの人生を、少なくとも私が人生と理解しているものを、将来をかたどるプランに沿って生きてきた。だが追放されてから途方に暮れている。目的がなく存在しているかのようだ。BOS に入隊してから、全ての問いへの答えを持ち合わせていないことは初めてだ。計画もない。このことがものすごく恐ろしい。目的がなくなってしまったってことか。計画が必要なのか。兵士は恐れない。計画なんて無理だ。兵士は恐れない。 BOS ソルジャーだったはずだ、ダンス。何事も恐れるな、だろ。兵士だった。今は魂のない機械だ。わからないか。持っていた全てのものが、知っていたものが消えてしまったのだ。数時間の間に私の同一性が奪われ、世界がひっくり返された。君は少なくとも形のあるものを持っていた。実在するものを、妻、そして息子、呼吸をし生きている人間だった。君のことを愛し大事に思っていた。私を作ったクソ野郎どもは、兄弟や親を持った記憶を植え込むことさえしなかった。私の過去がどこまで人工的なものなのか、どこまで本物なのか全くわからない。そういう状況を想像できるか。無から始まり、結局は無になってしまった。何をすればいいのかさえわからない。アイデンティティを失った。なんか答えがどれも微妙だな。わかる、わかる、わかる、わからんでもないけど。静かだな。わからんでもないけど、気の毒。本当に気の毒に思うよ、ダンス。ここまで深く影響を及ぼしていたとは気づかなかった。その気持ちはありがたい。君の言う通りだ。考えが的外れなのかもしれない。人生の再出発だ。私は今までなくしたものや得たものを受け入れなければいけない。君が気づかせてくれた大切なことも含めてだ。これが友情なのか、プログラミングの異常なのかはわからない。結局のところ私は本物の人間ではないからな。何にせよ、今まで出会った人の中で君には一番親近感を感じている。このことは否定できない。ロマンス。同じように思っているよ、ダンス。ただの友情だけではなく、それ以上のものだといいのだが。もしかして私に恋をしているのか。理解しづらい。 BOS でいろいろ学んだ君がどうやって機械なんかと恋に落ちることができるのだ。機械がこんな風に考える。ただの機械だったらこんな会話はできないだろ。わからない。このような状況に対処するため、インスティチュートが脳に何を埋め込んだのかははっきりわからない。私が人間だったらもっと簡単なはずだろ。ダンスは思ったよりも全然冷静だよね。機械ではない。お前は機械じゃないよ、ダンス。実際ほとんどの人よりよっぽど人間っぽいよ。君にはわからないかもしれないが、その言葉は私にとって重要な意味を持つ。聞いてくれ。嘘は言わない。少し辛抱してもらわないといけない。この人間的な感情を受け入れるようになるには長い道のりになりそうだ。
だけどその行く手を阻む障害を一緒に乗り越えられたら、この関係はとても長く続くと思う。お、ランスとの親密度が最高になったため、農業エネミー能力を得ました。やった。どんな効果だ。実はさっきパワーアーマーを脱いでは着て、脱いでは着て、脱いでは着て繰り返していた K、 ダンスとの関係により、フェラルグールやスーパーミュータント、人造人間に与えるダメージが 20% 増加した。もっと早くやればよかったな これがバズライトイヤーなんだよね。もしかして中身をすり替えたら、あ、それは頭にかぶっているだけなんだ。てっきり BOS の制服かと思ったよ。これでパラディンダンスとは 最高まで仲良くなれたね。じゃあ、そう、さっきデズデモーナが呼んでるって言われたから話を聞いてみよう。デズデモーナ、インスティチュートの問題が解決し、現在進行中の任務を再検討しているの、L&L ギャングは今現在私たちにとって最大の脅威よ。グローリーもずっと彼らに対応するよう訴えていた。ギャング？ようやく彼女の願いを叶えられるわ。 L&L とは？ L&L ギャングとは、ギャングというよりはレーダーに従うだけのグループという感じね。奴らは他の悪党と違い、人造人間を見つけて処刑する残虐行為に異様な喜びを感じているわ。コーサーよりも奴らに殺された人造人間の方が数が多いわ。目的地はどこに行けばいい？ L&L のリーダーの一人を発見した。名前はラッキーテイタム。任せたわよ。ラッキーテイタム。わーお、まだたくさんレールロードは今始まったっていう感じだね。人造人間を救出する。インスティチュートからテレポートで脱出した人造人間の全員が安全な場所にたどり着けたわけではない。ドクター・キャリントンによると、そのうちの一人が危険にさらされているらしい。 OK、 助けよっか。こういうのって ディーコンだっけ、ディーコンと一緒にやった方がいいのかな。おい、指示を待つ。そうするとダンスとはしばらく、ああこんなに持たせていたんだ。しばらくダンスとは、フュージョンコア抜いたらどうなる。ディーコンと一緒に、ちょっと待って、このフード、あ、取れる。ダンスの素顔初めて見たんじゃないか。こんなに持ってたんだね。フュージョンコア抜いたらどうなりますか。動けるね。ダンス、秘密の任務に武装したベヒモス、ちゃんと刺さってる。ダンスこんな顔してたんだ。ちょっと、このままにしておこっか、再出発っていう意味でも。なんかフードかぶってない方がよっぽど人間っぽいね。で、このコードはこちらで保管しておこう。君が知っているより進んでるんだ、信じて。すみません。何か必要？何があるか。インスティチュートの銃を売ろう8個もあるや。これは一応保管してあるはずだから、オートマチックインスティチュートライフル、これだけ、オーバーチャージインスティチュートライフルだけ持っておこう。ショックバトンも1個持っておいて、レーザーマスケット、 OK。 あと洋服がたくさんあるんだよね。あ、よく見たら相手の所持金がもうないや。何か爆薬？
なんで爆薬なんか持ってるんだ。デリバラー、デリバラーってあれだよね、デリバラーって今ハイパーに持たせているハンドガンだった気がする。あれ想像以上に買えるものがないや。弾薬でも買おうかな。5ミリ弾が今ものすごい弱いんだ。フュージョンコアは高いな。でもあっても損しないけど。 OK 誰って感じだね。やっぱりかぶせておく。大丈夫か。続けろ。取引何ができるか見せてもらおう。帽子が必要かな。なんかボサボサ頭に見える。あ、おしゃれになった。トリルビーボダンスおしゃれになったね。じゃあちょっとそうだな、レールロードをやっていく間はディーコンと仲良く、大丈夫か、親密度を上げていきたいと思う。だからダンスにはしばらく戻ってもらおう。ディーコンどこにいるんだ。いた。なんだ。また俺に戻ってきてほしいのか。正直なところお前がいなくてつまらなかった。行こう。では行こうか。準備はできてるぞ。私に何か隠しているな、ディーコン。その何かを探し出して私が気に食わなければ地獄を見るぞ。隠すものがないからよしとしよう。BOS との仲を取り戻しました。バイバイ。じゃあそうだな、ディーコンと一緒に行動するので、パワーアーマー脱いで行動しよっか。それでどうしよう、ミニッツメンの制服に例のモジュールをつけた方が強いのか、それともなんだこれ、なんだこの銃は。あれか、凍らせるやつかな。一応持っているんだけど全然使っていないや。じゃあ今回スニーキングをメインに、といってもスニーキングがあのサプレッサーつけないとうまくいかないから、サプレッサーついてるものを持っていこうかな。これ一旦脱ごう。パワーアーマーめちゃくちゃたくさん持ってるね。よし、で移す。しばらくライトソリッティとさらばして、前使ってた 5.56 のやつを戻そう。あれに実はどれだっけ、実はつけたんです。あ、これもいるかな。サプレッサーつけたんだけど武器が多すぎてあれ下の方だった気がするな。炎発火性、これだ。でこれのパーツを取り出して、というかこれこのまま入れとけばいいか。インスティチュートの銃は結局一個も使っていないな。でこれ重さがないので持っといていいかもしれない。でフードこれをしまっておこう。でミニッツメンの将軍の服物が多すぎるや。3日ないからロッカーに入ってるやつ来ますか。あ、そういえばあれ、あのメカニストのやつ、
メカニストのやつにこれにこれにモジュールつけられたらかなり強いぞ。今日は何を作ってるんだ。つけられるめちゃくちゃ強くなるぞ。めちゃくちゃ強くなるぞ。今のレベルだとダメージ耐性とエネルギー耐性を追加する。分かった。今やっていることを10段階にします。でも30、30でもでかいね。でもこのこれだったら前着てたやつの方がいいな。 OK。 メカニストを置いて、前着てたもの、これらを取り出す。 OK。 で、切る。ごちゃごちゃしてるな。シルバーシュラード、シルバーシュラードのは手放せないから持っておくしかない。わし身軽になったぞ。さて行きましょう。カーラいないよね。 OK。 じゃあ人造人間を救出。よし、武器はやっぱり実弾が実弾なんだよななんだかんだで実弾に戻ってくる。レーザー系はその届くまでに時間がかかっている気がして、気のせいだと思うんだけども、やっぱり撃ってる感じは実弾の方があるんだよね。ちょっとあれだ、お気に入りに入れてないから、ロードが終わり次第お気に入りに入れましょうか。じゃないととっさに武器が取り出せないや。ロード長い。暗い場所を照らす光は便利だが、ダイヤモンドシティは連邦で商売を独占したと思っているが、バンカー誰かに安全性の問題があったようだな。服装が変わってるね、ディコン。これを1番、これを3番。 OK。 よし、ディーコンは、あ、それインスティチュートから手に入れたやつじゃなくて、いいか。こっち走るの早いね、やっぱり。ウィン、ライトがピップボーイから出るのがちょっと見づらいよね。パワーアーマーだとヘルメットからライトが出るから正面を照らすんだけど、あ、わ、いい音だ、いい音だ。これはサイレンサーにしてよかったかも。 OK。 なんだ？ここだね。依存患者の巣窟、すごいやばそう。リコまた服装変わってる。おい、いや、時間切れ。ちょっと動くだけでバレるんだな。さあタフガイ、楽しい時間がやってきたぜ。ちょっと待って、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 ロードさせて、ロードさせて、今のは違うんだ。敵かと思った。ピンが立ってるから、敵かと思うじゃないか、そんなの。誰かいるのか？やっぱり走るとダメだね。俺が長くて怠けたつまらない日が好きだって知ってたか。優しく早くするか、信じて。最高。ディーコンは何をすれば好感度上がるかな。面白いね、毎回服装が変わるのが。カツラが、あ、この子は殺しちゃダメ。え、体
隠れる必要はない。逃げていいよ。すぐに全部終わるさ。人造人間、これを持って逃げろ。レールロードの人ですね。ありがとう。なんでいつもやり返してくるんだ。なんか違和感しかない。オッケー、助かった。助かりましたか。あ、助かったみたい。なんか突っ立ってたよね。なんだ、状況がよくわからなかったな。すみません。ここにいるのが信じられません。インスティチュートの制服着てるね。一応持てるものは持っていこっか。もうほぼ重さの心配をしなくて良くなったのでね。え、 OK、 じゃあ報告しに戻る前にこれをやろう。でまとめて報告できると。コーサーはこう、あれ、そうだそうだ、一回出ないと。コーサーはヌカワールドに行ってからヌカワールドを本格的にやるときにやるとします。なんかどれも DLC をちょっとかじって置いといているから忘れそうだな。ファーハーバーが割と進んでいるので、うん。ただディーマのあのクエストログが残ってるからそれで復習できる。ファーハーバーが一番ボリュームがありそう。どれからやっていこうかな。ボルトも面白そうだし、建築できるものが増えるのはいいよね。あんまり建築はちゃんとやってないからいつかやろうとは思うんだけど。あ、キャラバン、キャラバン、キャラバンガードしかいない。キャラバン売ってる。大丈夫かな、戻っても飛んでっても大丈夫かな。税関タワー、この辺ごちゃごちゃしてた気がする。よし、連邦の新しい組織であるラストデビルは、ラストデビルって今思うとあれだね、 DLC で追加されたものだね。なんかこのロボットしか出てこないね最近ロードで。もっと多様でもいいと思うんだけど。ピストルか。今パイパーに渡してあるあのピストルが撃ってて楽しかったからもう一回使ってみたいね。やはり連射のできるセミオート銃は好きだ。好き。あとスナイパーライフルも好きだけど、今持ってるのはどれも威力があまり強くない。頭一発で倒せるものが他にないかな。もっと、ガンナ、もう少しで許されるところだったな。無理だよし、わかりやすいねこの銃は。着弾がリロードも早くて好き。全部持ってこう。また変わってるおしゃれさんだねディーコンは。でこの辺のはずだけど、移動に支障をきたしたらディーコンに荷物を渡そう。2発だ。 OK。
どこかで売ってしまいたいが。誰だ。レレレレン出てけん。着替えてない。あ、着替えてる。早くない？着替える頻度が。シャムロック、デレレレン、デデデン。重たい重たい。ありがとう。ディーコンはなぜかすごい信頼を言ってくれてるんだよね。シャムロック酒場、確か出会った時もすごい説得してくれてたし、デズデモーナに嘘もついてたからあまり印象は良くなかったけど。なんだ、カラ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 。どうすればスニーキングがうまくいくんだろう。この速度で脳震盪を起こしたのか。あ、この速度で歩いてたら大丈夫か。瞑想をしたい人はいないか。誰かいるのか。あ、外した。すごい貼り付けにされてる。この速度だったら AP 消えないね。私をレイダー、あのピンが立ってるやつは殺していいんだよね。殺していいんだよね。今回は救出作戦じゃないから殺していいんだよね。コロン、君がいるのは知っていたよ。きっと見つける。ここまで長く隠れられないよ。ステルスアタックにならなかった。無事的に明日も頑張ろう。分かった、冗談はやめろ。またその次の日も。誰だ。ディーコン喋るんじゃない。もう荷物がいっぱいいっぱいだから悪趣味だな。掘っていくしかないんだ。ゴミを漁る人でもそれを欲しがるとは思えない。すぐに全部終わるさ。スニーキングプレイ。わあ。出ておいで。優しく早くする。あれ思い出すね。エスケープフロムロサンゼルスっていう映画で。誰の臆病者が隠れるんだ。ナイフ当たってないのに死んでる。あの人間をナイフの射的の的にしていたシーンがあって。奴らいないよ。基本スニーキング。あ、サプライズランチボックス。何が出た。ランディーボーイアップル、タバコ。この中にいるっぽいね。リーダーがいるにしてはあんまりそんなに大したことない組織なのかもね。今の入植者ってもしかしてアンドロイド。お、ディーコン喜ばせた。ロックピックで喜ぶんだ。どんどんやっていこう。なんだこれは。もしかして開けた瞬間爆発するってやつかな。リレリリン、ディディディン。やった。よし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 。ディーコンを喜ばせた。ケミストリーステーションか。あ、フラミンゴが水を飲んでいる。おしゃれだね。おー、宝の山だ。ディーコン、ディーコンまた着替えてない。なになになに、このどういう状況。今荷物どうなってるんだろう。はい、452、100、140ぐらい越してる。もう後には戻れない。私は物を取り続ける機械になってしまった。
スニーキングプレイがちょうど合ってるね。あれ、誰かいるのか。あれ、さっきここ来たよね。え、もしかして知らないうちにぐるぐる。お前は来た。あー、いた。恐ろしいだろ。何でもないよ。ガフガフ。新しいビジネスモデルだ。葬儀場と組むんだ。何が言いたいのか分かるな。殺した分だけ儲かるってことか。全部いただいていく。お、シャムロック酒場の鍵。物を無駄にしない。これぞエコ。あれはどこへ行った。よし、もう、あれ、ちょっと待って、走れなくなってるね。あ、違う、走れないようにしている。来た。これで、これで走れる。隠れているのか。急に出てこんで。 OK、 じゃあ帰ろう。これでファストトラベルできるのは本当に便利になった。いい時代だ。じゃあ戻って報告して、でトムに物を売って、残ったものは、残ったものもちょっと売りに行きたいと思います。多分報告したところで一旦録画はくぐります。ディコン、思ったよりも一緒にいて楽しかった。振り向くたんびに洋服が変わっている。ここではさすがに、あ、ランドルフの隠れ家に君のための受け渡し場所ができた。はい、ランドルフ。ここでも変わるんかい。じゃあ報告しよう。倒した。ブラックバードについては話したくない。キャリントンがきっとたくさん話してくれるわ。うん。ラッキーテイタムを排除した。よし。L&L ギャングに関する新しい情報が入ったら知らせるわ。もうリーダーを倒したんじゃないんだ。そういうわけじゃない。トムがもっといろいろなものを持っていたはず。お、彼と一緒に確認して。ディーコンの記録が最高だわ。彼から多くを学べるでしょう。人造人間を危険な状況から救い出した。ランナーたちが道に迷った人造人間を見つけてくれるだろう。うん、安心してくれ。よかった、本当に。あ、キリキリ上がらなかった。本当によかったよ、その。人造人間が脱出できたってことを知れて。科学者も脱出できていればいいんだけど。トム？トムが何か見つけたって言ってたよ。君が知っているより進んでるんだ、信じて。気のせいか。新しいおもちゃで遊んでいる。見てみる？新しいおもちゃ？何があるか見せて。準備してやるよ。新しいユニークないな。ということでここで一旦区切ります。ご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。お疲れ様です。